カランセオクシリは、ハートランドフェリーが運行するフェリー。アブローラオクシリの代船として、内海造船セトダ工場で建造され、2017年1月27日に、道外車道工場で浸水、同年4月に、竣港の後、北海道へ開港され、同年4月23日に、エサシ港に初入港した。エサシ港、セタナ港、オクシリ港で、 内覧会が行われた後、5月1日より、就航した。就航当日は、オクシリ港で、就航記念セレモニー及びウェルカムイベントが開催された。オクシリ航路としては、アブローラオクシリの就航以来、18年振りとなる、新造船である。船名は、オクシリ島の固有種で、環境省レッドリストに掲載されているオクシリエビネの、学名に由来しており、船体の塗装も、 ノーアイの基本色に加え、オクシリエビネをイメージした紫色のラインを施している。オクシリ航路先に建造され、リレー航路に就航しているサイプリアソーヤと相当数はほぼ同等であるが、全長がやや短く車両搭載数も少ない。アブローラオクシリに対しては相当数が1.6倍となり、フィンスタビライザーが新たに装備されることで、 就行率、快適性の向上が図られた。奥尻航路発のバリアフリー線となっており、二等優先席に車椅子スペースが設けられ、多目的トイレ、各フロアを結ぶエレベーターを設置するなど、船内はバリアフリー化されている。多様なニーズに応えるため、座席区分が見直され、子供、ペットに対応した新たな設備も追加された。 船体前方の展望席はアイランドビューシート、二等指定席はカジュアルシート、従来の二等客室はエコノミーと呼称され、エコノミーにはレディースルーム、ファミリールームの専用区画が設定された。ペットケージを備えたペットルーム、多目的シートを備えたベビールーム、キッズルームが新設された。2019年4月に実施したドッグ整備において、 新たに自転車ラックを設置した。自転車ラックは着脱式のもので車両甲板に整備された。右弦側10台、左弦側12台程度、合計22台程度の自転車を収容することが可能となっている。ありがとうございます。